はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、恒例の、ね、診断解説動画をやっていこうかなと、思いまして、2月の7日にですね、セレクションパックが2種類登場するということで、1種類目は、新規稼働だらけのやつですね、コズミックエーサードラゴンとか、あと TG とかディアベルスターとかスネークアイシャルル大帝とかね、遠赤騎士ですね、この辺のカードが実装されるよというパックと、あとね、なんかその汎用カードが実装されるパックがあるということで、まあ、アクセスとかデスペインとかフルルードバロネスとかね、この辺のカードの、結構なんか集めやすい、汎用カード集めやすいパックが、まあ、多分これは復帰勢とか初心者向けのパックだと思うんですけども、まあ、これが実装されるということですね。デスペにいるからなんかあれかな、フレームシュート来ねえかなちょっとわかんないんだけど、新規カードあるかどうかは。一応ですね、この、今回は、この動画では、スイカパック、ライドイントゥーザフューチャーの、この、モンスターたちについて解説を行っていきたいと思います。やっていきましょう。まずはディアベルスター。このカードはですね、まあ、おそらく環境に多大なる影響を与えるんじゃないかと思います。はい。で、このカードを一応説明していくんですが、まず何を隠そう、何がとは言わんが、でかい、非常にでかいんです。はい、めちゃくちゃでかい。もうこれだけでね、使う意味があるんじゃないかなと思うんですが、闇属性 のレベル7モンスターで、打点2500、守備力2000あって、魔法使い族、まあブラックマジシャンみたいな性質しますね。レベル7闇属性魔法使い族で、1,2,3 の効果ありまして、まずね、特殊召喚できるんですね、1番で。このカードは自分の手札フィールドのカードを一番墓地送って手札から、特殊召喚をすることができると。手札コストか、またフィールドのカードを一枚コストに送んなければならないんですが、まあ、単純に特殊召喚できるレベルなのということで、めちゃくちゃ強い。まずここだけでまず強いで、さらに2番目、召喚特殊召喚成功したら、デッキから、財宝魔法トラップカードを1枚フィールド上にセットする。これがですね、いろんな財宝カードちなみにあるんですけども、まあ、全部強いんで、まあ、その、まあ、状況に応じてセットしてくるというところですね。で、これはちょっと後で説明します。で、3番目が、このカードが相手ターンに手札フィールドから墓地を送られたら、自分の手札フィールドからカードを一番墓地を送って、これで特殊化するという感じですね。はい。復活することもあると。で、これ何が強いかと。ディアベルスターの。何が強いか。まあ、さっき言ったように、まず特殊召喚が簡単にできるレベル7っていうところ強くて、まあ、レベル7を供給する手段としても優秀 でしかも手札切れるっていうのが、まあ、優秀なこともあるじゃないですか、デッキによっては。なんかボルカニックとかね、そういうのも、できるし、あとこれね、この2番の召喚特殊召喚成功した場合に発動できる財宝魔法トラップカードセット、これね、財宝魔法トラップカードが、いろんな財宝魔法トラップカードあるんですけど、これがね、例えばね、まずね、このね、ディアビルスターでセットできる魔法トラップカード、妨害がまずあるんですね。妨害、例えばこのルシエラっていうカードだったら、これまあ、ディアブルスター系の、モンスターいた対象を取って、なんかね、相手フィールド上のモンスターの打点をなんか、このモンスター分下げて、で、さらに打点がゼロだったら破壊するみたいな、まあ、実質2500以下破壊みたいな、効果が、あって、まあ、これをセットできるから、結構その速攻魔法なんで、これ、相手ターンに打って妨害になるっていうのと、あとこれね、裏切りの財宝ルシルビアっていう、これが、一応ディアブルモンスターコストにして、相手の、カード効果、無効にできるよと、表側表示のね。っていう効果がありましてですね、これもまあ妨害になっているということで、要はね、もうディアベルスターが成立イコール妨害が成立している。つまりですね、まあ、手札コスト1枚プラス、このディアベルスターから、まあ、召喚権を使わずに1妨害を用意できるってことです。まずこれが強い。でさらに、このね、現在法スネークアイというカード、これは、ディアベルスターからセットしてくる通常魔法なんですけども、このカード以外の自分のフィールド上の表側表示のカードを一番墓地送ると、手札デッキから炎属性レベル1モンスター特殊召喚する、デッキから特殊召喚できますと。手札からでもこれディアベルスターが要するにコストになれるんで、現在法スネークアイの、まあ、他のカードあれば他のカードでもいいんですけど、炎属性レベル1モンスターをリクルートしてこれるってことです、ディアベルスターが。つまりディアベルスターイコールレベル1炎属性モンスターなんですよ、デッキの中の。これがめちゃくちゃ強くて、例えばですけども炎属性レベル1で強いモンスターを用意しているテーマ、まあ、今回ね、診断で実装される後でやりますけど、 TG テックジーナスとかね、サラマンダーってやつがいるけど、それとか、あとそれから、レスキュース、ハイドラントとか、でこういうレベル1、あとジェットシンクロンとかね、シンクロンっていうところ、炎属性レベル1モンスターってね、結構強いやついっぱいいるんですよ。これがリクルートしてこれるっていうのがでかくて、しかもこれ召喚権使ってませんので、
ディアビルスターの展開で召喚剣を使わずにレベル7供給したり、炎としてレベル1モンスターを供給したりできる。でさらにね、まあ、コストさえあればなんだけどディアビルスターが生き残ってる状態でスネークアイでレベル1の炎属性モンスターとクッションができれば、まあ、ジェットシンクロンとか出していきなりまずなんか、レベル8シンクロンできるんですね。これカオスルーラーとかいった時はもうこれだけでマジで強くて、アビスとかもう簡単に出たんですけども、まあ、ちょっとねカオスルーラーいなくなって8シンクロンがそこまでなんか悪さするようなモンスターそんなにいないか、まあ、アクセルシンクロンとかアクセルシンクロサラスとかめっちゃ強いやついいんだけど、そういうことはできる。あとまあハンデスするオメガとかねいろいろあるんだけど、まあカオスルーラーよりかはまだ優しいけど、まあでもそれでも強いよね。レベル8シンクロンもできるかもしれないということで、まあ、このディアベルスターがまとめると何ができるか、8シンクロできるかもしれない、妨害用意できる、デッキの中の炎属性レベル1に触れるということで、まあ、出張パーツとしてもうとても優秀、まあ、もちろんねディアベルスターとして組んでも優秀ということで本当に強いカードになっております。行くぞユウさん、診断の解説をするのは僕だ。どうも皆さんこんにちは、アンチノミーです。ということで、テックジーナスがですね実装されるということで、さすがにねバカほど強化入ります。バカほど、新しくね、実装予定しているカード1枚しか分かんないんですけども、まあ、テックジーナスグレイブブラスター、グレイブブラスターということで、まあ、こいつが来るっていうことはテックジーナスモンスターも全部来ると思うんですけども、新規のやつね、グレイブブラスター何するかっていうとレベル12の、シンクロモンスターでございまして、アクセルシンクロ系モンスター、はい、なんかコズミックブレイザーとかさ、シューティングクエーサーみたいな、ああいう系のモンスターと同じシンクロ召喚条件で、シンクロモンスターのチューナープラス、チューナー以下のシンクロモンスター2体以上っていうのはかなり重い条件で、まあ出すことになるんですけども、これねテックジーナス展開力バカ上がるんで結構出ます。このぐらいだったら余裕で。で、このカードを何するかっていうと1番目 の効果で相手のターン中にもう使える効果で、草デッキが特殊化されたモンスターを除外できる。まあ自分のモンスターでも相手のモンスターでもいいんだけど、除外できますよと。でしかもこの効果は、一旦中に進行素材とした、中段以外のシンクロモンスターの数まで使用できるということで、まあ基本的には2体以上使ってるので 2回、除外できると。まあ言うてるけど楽園とかは結構そのミラージェイドとかが出てくるともうその時点で効果発動されちゃったりするからさ、まあその効果が強いかと言われると怪しいところはもちろんあるんだけど、草デッキから出てきたモンスターはまあバン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 除外できるということで、まあ刺さるデッキには刺さるかなと。まあ結構なんかこれ立てちゃえば割となんかリンクデッキとかなんかには割とねなんか強そうだよね。なんか除外するしさ戻すとかじゃないからさ、なんか例えば残機とかのさ、トランスコールトーカーとかさ、なんか経由地点であるね、あとそれからスプラッシュメージみたいな、ああいうモンスターもバンバン除外できるんで、まあ、結構ねこれはそういうデッキに対しては結構強そうな気がする。はい。で、2番目で一旦に一度、モンスターが表側表示除外されると、除外されたモンスターの1体を、召喚条件無視して自分の表示の特殊化するということで、相手のモンスターを除外して相手のモンスターパクるということもできますので、まあこれはなかなか強力な効果になってるかな。もちろん自分 の展開で、使ったモンスターをもう一回その出すっていうこともできますね。はい。だからまあこの2番の効果をどんだけうまく使えるかというところでございます。でテックジーナスね、ありえんモンスターがね多分来るんですよ。このオーバードラグナっていう行かれてまして、テックジーナス縛り入っちゃうんですけど効果発動すると、その代わり見て1番、このカードがシンクロ召喚した場合自分の墓地からテックジーナスモンスターを任意の数だけ守備表示で特殊化する。まあもちろんねデッキからじゃないんで墓地からだから1回展開する必要はあるんですけども、ものすごい量の展開ができるんです。一回そのなんかソリ、オーバードラグナー出す前になんかソリティアしといて、で最後オーバードラグナー出したらなんかその墓地からモンスター、まあソウルチャージみたいな感じでブラララって出てくるから、これでねなんか展開を伸ばしたりあと初動に使ったりする感じですね。はい。まあその代わりそのさっき言ったようにその強烈な縛りがつくからさ、 TGS からせみたいな。なのでまあシンクロ召喚するんだったら相手のターンにシンクロ召喚するとか、あと TG モンスターももちろんさっき言ったようにグレイブブラスターとか結構強いからね、でこの辺を出していくっていう感じですね。はい。でフィールドのこのカードが開催されたらバウンドローもついてます。でしかもレベル5ってね結構出しやすいんですよね。TG は5を作りやすいテーマなんでね。でしかもこいつドラゴン族 のシンクロモンスター闇属性となっていまして、ほんと悪用しかされないステータスと、これちょっと後で説明します。でねマイティストライカーこいつもねめちゃくちゃ強くて、まあ、レベル2なんですけども、レベル2って、ね、結構レベル1とレベル1で
割とテクチーナスって、出すことが多いのでね、これ出せるんですけども簡単に結構で、しかも汎用なんで、しかもテクチーナスだけなくていいからね。さっきのオーバードラゴンもそうだけど、まあ、汎用だから意外とね作りやすいですよこれで。マイティストライカーはね進行召喚に成功した場合にテックジーナス魔法トラップカードを、手札に加えることができるということで、テックジーナスはね魔法トラップカードがねめっちゃ強いのがいっぱいきます多分ですけど、まずクローズね、これ何でも無効破壊できるカウンタートラップとか、それからまあブレイクリミッターっていうなんか強化版、サイマネットマイニングみたいな、手札1枚捨てるとデッキから TJ2 枚持ってこれるっていうね超強いカードとか、まあ、裏の重いけどね、とかあとそれから、オールクリアっていうねオールクリアっていう効果があって、カードがあって、これの召喚権を1回増やしたりとか、それからまあ TG がなんかその、サーチできたりとか、いうね、このね、非常にね、強力な魔法トラップカードが、存在しまして、これが全部サーチできるということで、まあ、これがエンジンになる可能性もあるね。だから、手札によっては。で、メインフェーズに1回、このカードを含む自分のフィールド上のモンスターでアクセルシンクロができるという効果と、モンスターゾーンから墓地を送られたらデッキから TG を、送るよという効果がありまして、これね、クローズっていうね、トラップカードがカウンタートラップなんだけど、これがね、墓地から再セットするみたいなね、効果あるんですよ。だから、これをね、送っておいて再セットするっていう動きが結構やるので、TG はね。まあ、これも、まあ、非常に優秀と。で、その問題は TG の、そのね、最終盤面に残るモンスターなんですよね。オーバードラクナーから展開したりとか、あとトライデッドランチャーもちろん使ったりとかして展開できるんですけど、未だに。グレイブブラスターってやっぱちょっと頼りないんですよね。若干、もう強いんですよ。強いんですけど、ちょっと頼りないパターンがあって、結局、まあ、何やったら勝てるかって話なんですけども、結構ね、TG 使う悩みとして、どんだけ強い盤面作ってもね、このモンスターに勝てない問題ってのがあるんですよね。でまあ最近ね動画に僕しましたけども、カラミティってモンスターこれで TG のね最終盤面で大体ねカラミティいるんですよ。でカラミティがなんかね禁止になりそうだなってずっと言ってるんですけど、なんか今んところはまだなってない。はい、まあちょっと皆さんも TG から出てくるカラミティにはご注意。聖騎士強化は熱い。シャルル大帝来るんですって。めちゃくちゃかっこいいしめっちゃ強いのよこいつ。これどういうカードかっていうと、装備カード装備しているレベル9のシャルル1体っていうのが超クセ強い条件で出せるリンク1です。リンク1だけど、まあ、簡単には出せないわな、この条件があるから。でシャルルくんがレベル9のシンクロモンスターなんで、まず旧シンクロをする必要があるんですね、まずね。でシャルルが装備カード装備しないといけないという感じ。まあこの条件は結構遠赤奇跡であれば整えやすいんですけど、で1番の効果でリンク召喚したら自分の墓地のシャルルを対象にそいつを同盟カードとして扱って同じ効果を得ますと、まあ、コピーしますっていうことですね。なんかバリアンみたいな効果しますね。で、その後対象のモンスターを攻撃力500アップとして装備する、まあ、要はシャルルを装備するという感じ。シャルルのカード名コピーしてシャルル装備、はい。まあ、カード名コピーするっていうことと効果コピーするんで、シャルルになれる1番2番の効果使います。つまりシャルル大帝は、シャルルはフィールドのカードを装備カードが装備されたら破壊するっていう効果と、あとエンドフェーズにいっぱいなんかいろいろ装備するみたいな効果あって、まあ、これがシャルルタイトもできるんですね。でさらに1番の効果でコピーした、上で2番の効果は固有効果で使えるんですよ。これ魔法トラップカードを無効にして破壊できるっていう発動無効なんで、まあ、要はねなんかね、シャルルが魔法トラップ無効をついたイメージですよ。なんか要はすげえ強いモンスターが爆弾するってこと。シャルル大帝で出せばなんかこれをね目指していきますね。遠征騎士はこいつの成立を、まあ場合によっちゃ2体とかぐらい出るからシャルル大帝ね、まあこれ目指していくんですけど、まあどうやって出していくかっていう話なんですけども、アンジェリカっていうモンスターが多分新規実装されると思うんですけども、これねレベル5の汎用シンクロモンスターでこいつが基本的に出せればね、シャルルは出るしシャルル大帝も出るんですよ今の聖騎士デッキって。まあどういう効果があるかっていうと、特殊が成功したらデッキからシャルル系のカードを持ってこれますよっていう効果、まあ、このシャルル系のね魔法トラップカードとかモンスターとかその全部強いんでね。で、フィールドのこのカードが攻撃効果となった時に、デッキから炎属性、戦速モンスターを墓地を食ってエントフェーズまでこれを除外するよと。でその後ローランを出せるよみたいな効果ですね。でローランはデッキにもいるんですけど、レベル1 のモンスターが装備魔法になるやつと、あとエクサデッキのレベル5のチューナーのローランってやつがいるんですよ。それをね基本的には出してきて、でそのレベル5のチューナーと、あとこの墓地の送った戦速炎属性で蘇生できるやつがいて、そいつと一緒に、まあ、ティルパンですけど、これと一緒に出していくことが多いですね基本的には。はい、要はまあちょっと難しいこと言ったけど、アンジェリカが出ればシャルルが出ると覚えていただければいいです。で新しく追加されるであろう遠征騎士全員強くて、まずティルパンね、さっき言った
これね、めっちゃガバい条件で出せるレベル4のモンスターで、自分のフィールド上に装備カード装備してるモンスターがいれば、手札墓地から出せますって書いてあるね。めっちゃ強いでしょ。簡単にポンって出てくるんだよね、シルバー。で、さらにこの効果で、墓地から特殊化されたら除外するけど、まあ、手札から出せれば、全然問題ない。で、このカードが墓地に存在する場合、自分のフィールド上のソインストグモンスターに装備できますということで、まあ、これはまあ遠赤騎士だとよくあるんだけど、この2番の効果で装備されたモンスターをね、出せるフィールド魔法とかも今回アンジェリカとかでサーチできるんで、まあこの辺の、まあ、展開力が増えたっていうイメージですね、基本的には。はい。で、リッチャルデッドっていうモンスター、これもねめっちゃ強いんですよ。まあ、もちろんね、聖騎士デッキってイゾルデを展開に絡めることが多くて、今でも絡めるんですけども、これね、召喚特殊が成功したら自分の墓地のレベル4以下の炎属性戦速モンスターを、蘇生するっていうことがありまして、でこいつがチューナーなんで、まあ、要はレベル1のチューナープラス、チューナー以外のモンスターレベル4ということで、まあ、ご進化できてアンジェリカが出るということですね。まあ、リッチャルデッドを出すことが結構多いです、聖騎士は。イゾルデの効果で、まあ、もちろんリナルド出すことももちろんあるんだけども、手札によっては、まあ、そんなイメージですかね。ちょっと難しいことくっちゃべっちゃったのと、あと聖剣の魔法カードがありえん量あるんで、ちょっと全部説明知らないんですけども、時間足んなくて。まあ、新規聖剣カードも強いのいくつか来るし、相変わらずゴッドフェニックスギアフレーズとかとも相性がいいんで、このデッキは。まあ、ちょっとまた動画にしていこうかなと思います。多分結構強いです、このデッキは。コズミッククエーサードラゴン。マジかっこいいよな。これマジかっこいい。俺、エモドラゴンなんですけども、これね、まあ、どういうモンスターかっていうと、光属性のレベル12の、ドラゴン族シンクロモンスターでございまして、まあ、あれですね、シューティングクエーサーとかコズミックブレイザーと一緒の召喚条件ですね。はい。シンクロモンスターのチューナープラスチューナー以外のシンクロモンスター2体以上っていう、条件で出せますよと。で、こいつね、めっちゃ強いんですよ、このカードは上下の、カードをシンクロ召喚、シンクロ素材にしたシンクロ召喚でのみ、エクストラ特殊ができるよっていう、まあ、条件ついちゃってるんですけどね。なんかインチキ召喚ではできないよみたいなことなんですけども、1番目の効果で、1ターン1度、このカードのシンクロ素材としたモンスターの数がプラス1枚まで、フィールドの表側表示のカードを対象に、そのカードの効果を無効にできるよ。この効果の発動と効果を無効化されないってことで、まあ、要するに何でも無効にできますよと。2番目の効果で自分が相手のターンに進行召喚したこのカードを除外すると、チューナー以外のシンクロモンスターを2体以上素材とするドラゴン族シンクロモンスター1体をシンクロ召喚扱いで草木から特殊召喚すると、まあ、要はシンクロ召喚できると思うんですけど、実質インチキ召喚で。でね、これでね、出せるモンスターがさっき言ったようにシューティングクエーサードラゴンとかさ、コズミックブレイザードラゴンとかさ、そのめっちゃ強いやつなんですよね。このモンスターが来ることによって、まあ、じゃあ何が起きるかって話ですけども、このカードは、ちなみに、デュエルストネクサスっていうボックスに入ってたんですけど、デュエルストネクサスにね、入ってるね、優勢系のモンスター、まあ、シンクロンとか、めっちゃ強いんですよ。まず、赤気流ですね。はい。来んのかな？ちょっと、わからない。これ、横さないパターンもな、全然あるんだよな。コナミなんか何考えてるかわからんし、なんか最近診断のなんか、順番わけわからんから、ちょ来るかどうかも謎なんだけど、まあ、これ来たらめっちゃ強くなりますね。なんか、マラデムデッキとかでも使うし、あと、それから今回のシンクロンデッキとかでも使うし、TG、テックジナスも使うしね。だから、まあ、来そうな気がするけどね、個人的には。ちょ、わからん。で、このカードは、赤き竜のカード名が記された魔法トラップカード1枚を手札に加えるという効果があって、まあ、この、赤き竜が記されてるカードって結構全部強いんですよね。だからこれが、まあ、展開の補助になったりとか、あと、まあ、後続確保になったりとかします。で、2番目で、自分相手のターンに赤き竜を除く、レベル7以上のシンクロモンスター対象を取って、そいつと同じレベルの、ドラゴン族シンクロモンスターをシンクロ召喚扱いでまたインチキ召喚できるよということで、まあ、赤き竜の効果で、シューティングクエーサードラゴンとかとカラミティとかね、まあ、カラミティ出てくるイメージしかないからさ、この赤き竜って、まあ、多分ね、赤き竜来るんだったらカラミティ禁止するんじゃないかなと思ってるからさ、今禁止になってないから、なんかね、ちょっと禁止にならなそうな気してん、その来なそうな気してんだけどさ、赤き竜が。ちょ、わからね、もしかしたらさ、カラミティちょっとだけ使わせてくれんのかな。運営さん優しいね。俺、赤き竜来るとき絶対カラミティ禁止になるって言ってたんだけど、もしかしたら使わせてくれるのかもしんない。遊戯王になんないけどいいのと思ってます。と、もう一個、コズミッククエーサーが来ることによって、来るかもしんない最強モンスターがいてね。レボリューションシンクロンっていう。これ、ほんまに強いんだよね。これ、マジで強いです。これ、レベル3の、チューナーのモンスターでございまして、パワーツールシンクロモンスターかレベル18のドラゴン族シンクロモンスターの素材にする場合は手札のこのカードをシンクロ素材にできるということで、まあ、レベル4が盤面に出力できれば大体7、8いけるんですよね。レボリューションシンクロン、まあ、7が基本的には7にいける。
で例えば奈良ってなエンシェントフェアリードラゴンとかさ、なんかああいうの展開系、あとパワーツードラゴンとか、あのなんか展開のまあ起点になれるモンスターになれるんで、まずその時点でクソ強えっていうのと、あとねこれね2番の効果がね、あのねグローアップバルブなんだよね。このカードが、墓地に存在していて、自分のフィールド上に、レベル7以上のシンクロモンスターがいると、自分のデッキの上のカードを墓地を食ってレベル1として特殊召喚、まあ、バルブは今現状マスターデュエルでは禁止なんですけども、実質バルブが使えます。レボリューションシンクロ自分でまず7になってでレベル1で出てくるからチューナーとして、だから8もできるんだよね余裕で。カオスルーラー生きたら終わってたけど俺まあ死んでんだけどね、カオスルーラーは。それにしたら強いじゃんこれ。でしかもあのシンクロンなんで、まあ例えばなんだ、シンクロン系で、スピーダーからリクルートしてきて、でまあこいつ使ってシンクロン召喚したんでもう一回レベル1として出てくるみたいなね。まあジェットシンクロンと同じような動きもできるからね。だからレベル1中のはめっちゃ強力できるわってさ、シンクロンもねありえんソリティアできるのってめっちゃ強いんだよね。なので、まあ、この辺がね来ると熱い。あとはちょっとおまけでホイールシンクロン、はい、あの優勢くんですねこれね。このカードもなんかめっちゃ強くて、なんかかなり器用にあの立ち回れて、あのこちらシンクロンっていうチューナーなんですけど、チューナー以外として扱うことができるんですよ。でしかもなんか墓地から除外するとなんかレベル操作できるみたいなね効果もありまして、召喚権も増えるもあるわ。なんでこれ書いてること全部強いの。ああ、でレベル5だからね、これも展開に組み込むことができるということで、シンクロンデッキまた始まっちゃう。ソリティアミステスリー行こう。スネークアイ、これちょっとどこまでね来るかわかんないんですけど、なんかポプルスが入ってんのかな、なんかもはや入ってるまであるレベルの順番のぐちゃぐちゃ感なんですよね。あの OCG の方ではですね、まあスネークアイとかの前にキマイラとか来てたんで、なんかその本当に順番が全く読めないなというところなんですが、スネークアイズ、フランベルジュドラゴン、はい、こいつ、めちゃくちゃ強いです。はい、まあ、除去方法としても強いし、それから展開札としても強いというところがあるんですけども、どういう効果を持っているか、炎属性のレベル8の、ドラゴン属モンスターで32500という風になってますね。これレベル8の、ね、ドラゴン属なんで結構ね、ニチューナーとシンクロしてなんかディスパッテルになったりとか、あとバロネスになったりとか、なんか結構ね優秀なんですよステータスもね。で、1番2番3番の効果ありまして、1番、自分か相手のフィールド墓地の、モンスター1体を対象として、そのモンスターを永続魔法カード扱いで元々の持ち主の魔法トラップゾーンに表側表示で置くということで、これ結構独特なんですけども除去としては結構優秀。なんでかというと墓地に行かない、それからあれ除外ゾーンとかにも手札にも戻らないということで、永続魔法をなんかその再利用するみたいなことはあんま難しいじゃないですか普通のデッキだったらね。スネークアイは結構得意なんですけども、なのでこれ除去として非常に優秀 でしかも、自分か相手のフィールドが墓地のモンスターなんで別に自分のカードを置いてもいいんですよ。これ結構よくやるのは、自分の墓地にある、出したいモンスター、例えばマスカレーナとか一回使ったねマスカレーナとか、あとなんかフォーミュラシンクロンとかチューナーモンスター、ああいうのをですね自分の魔法トラップゾーンに置きまして、で、まあ、何するかっていうと2番の効果で出すんですよ。相手のターンにフィールドの永続魔法カード扱いのモンスターカードを対象にそれを出せるっていう効果がありまして、まあ、もちろんねこの1番の効果で相手のモンスターを除去ってから特殊召喚するっていう動きもできるんですけども、パクれるっていうなんかちょっとタイムラグがある、コントロールダッシュみたいなこともできるんですけども、こう自分の墓地のモンスターを置いてで相手のターンに出すことができるんで、1回使い終わった強いモンスターですね、まあ、主にはマスカレーナ基本的にはねとか、まあ、1回死んだバロネスとかああいうのも一回置きまして、で次のターンに出せるということで、まあ、その自分のターンに耐性がないんでその除去されるパターンはあるんですけど、相手のターン入れば出せるということで結構強いですねこれは。で3番目の効果、これもねめっちゃ強くて、手札フィールドからこいつが墓地を送られたら、自分の墓地から炎属性レベル1を特殊召喚。そのスネークアイっていうのはレベル1のテーマで展開していくテーマで、まあ2体ぐらいは余裕で止まってるんですけども、あとちなみに炎属性レベル1を特殊召喚できるんで、別にジェットシンクロンとかああいうのも蘇生することはできます。でこれどっからでもいいんで、フィールドか手札からだっていいの、手札からでもいいんですよ。だから例えばディアベルスターのコストでなんかフランベルジュを墓地送った時にもういきなり2体墓地から湧いてくるみたいな動きができるんで、これを使って結構展開していくことも多い。はい、でスネークアイの下級モンスターは結構エクセルとか、まあ、オークとかこの
ホワイトバーチっていうモンスターがいて、まあ、こいつらが結構ね、あの展開効果持ってたりとか、あとサーチ効果持ってたりとかして強いので、まあ、ここで、まあ、展開していく。で、まあ、展開伸ばすのであれば、フランベルジュのこの3番の効果とか、2番の効果を使って、まあ、展開していくって感じですね。エースモンスターは多分、ね、汎用リンクとか、まあ、シンクロモンスターとかになるんですけども、まあ、一応フランベルジュ自身もまあまあ強いんで、まあ、結構面白いテーマになってくるかなと思います。はい。で、財宝デッキと相性がいい、テーマとしてやっぱディアベルスターっていうテーマがいて、でこれがね、まあ、財宝の魔法トラップカードセットできるっていう効果があるんですけども、2番でね、これでスネークアイを、セットしたり、まあ、単純にその、財宝系のカードってスネークアイと相性がいいカードがいっぱいあるんで、まあ、その辺のカードをセットして、まあ、動いていくっていうね、まあ、初動にもなるし、あとディアベルスターがあのレベル7なので、まあ、そのジェットシンクロンと合わせて8シンクロとか、あと、1と1で、一旦そのフォーミュラとか作ってから、まあ、フォーミュラとなんかそのさっきの、フランベルジュとかで、まあ、重シンクロバロネスとかディスパテルとかショウエイとかああいうのを出していくっていう動きもできます。ちなみにスネークアイの印象のところは展開途中になんかその縛りとか入んないんで何してもいいんですよ。リンクしてもいいしシンクロしてもいいしエクスしてもいいし、まあ、いろんなことができるので、まあ多分財宝スネークアイは結構強いデッキになってくるんじゃないかなと。まあちょっとポップルスとか来るか分かんないですけど、来るカードによっては、環境よりもあるかなといったところですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、個人的にはやっぱり一番楽しみなのは、まあ、コズミッククエーサーとテックジーナスから、まあ、全部動画にするんで結局ね、まあ、よかったらチャンネル登録をして お待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。